ご紹介いたします。ユニセフにグローバルアンバサダーセブンティーンのミンゲさんです。まずは一言ご挨拶をお願いいたします。우선인사말부탁드리겠습니다네안녕하세요네안녕하세요유니프리글로벌앰버서더세븐틴민규입니다반갑습니다こんにちは유니프리글로벌앰버서더のセブンティーン민규です皆さんにお会いできて嬉しいですはいありがとうございます今日も本当に素敵な出たちの민규さんでございますけれども今日の衣装のポイントをお伺いしてもよろしいでしょうか오늘도모습이너무멋지신데요오늘의상의포인트를뭐라고해도되겠습니까오늘의상의포인트는좀그플래그십오픈을축하하는마음으로편안하게캐주얼하게입고왔습니다今日のフラグシップストアオープンを記念してすごくリラックスしたそしてカジュアルな入り口を想像してきましたはいとてもお似合いですよねさあそして今回日本でのこのグローバルフラグシップストアオープンということなんですがこれについてどう思われますでしょうか이번에글로벌플래그십스토어오픈에대해서어떻게생각을하십니까오늘이곳에오기전에방문을했는데요너무예쁘고사진찍을것도많고팬분들도좋아하실것같고평소에지나다니다가이니스프리매장에보면너무너무반가운데한군데가들어서좋습니다僕がここに来る前に先に日本のフラグシップストアに行ってきたんですけれども本当におしゃれで素敵で写真映えがするような感じでしたファンの皆さんも喜ぶなって思いましたし普段イニスフリーの売り場の前を通ると嬉しくなるんですけれどもそういった売り場が一つ増えたことがさらに嬉しいですはいはい、ありがとうございます。もう実際にね、グローバルフラグシップストア、ミンギュさんは行かれたということですけれども、中でも特に印象的だったところはありますでしょうか。실제로방문하셔서인사중이었던부분이있으셨나요일단그그린티의역사를이렇게쭉나열해놓은부분도너무좋았고요그리고계단의그린라이트도좋았고벽에그벽돌속에도심속에뚫고나오는자연을표현해놓은포토스팟이있는데그스팟도굉장히인상깊었습니다まずはグリーンティーの歴史を知ることができてとても楽しかったですし階段にあしらわれているグリーンライトもすごく素敵だなって思いましたそれからレンガの中にある、自然が、都心の中にある自然を表現しているようですごく素敵だなというふうに思いましたとても楽しみですね皆さんにもぜひ実際に行っていただきたいと思いますさあそしてミングさん韓国の店舗もね何度も行ったことあるかと思いますけれども韓国の店舗との違いだったり何か感じたことなんかはありますか韓国の매장과의차이점이나느낀점이있으셨어요일단한국매장에는좀뭔가그린톤의인테리어들이많았던것같은데이번플래그십스토어는회색톤이많았던것같아요그회색톤속에서이렇게열심히튀어나오려고하는그자연의느낌을많이받을수있었던것같습니다한국의売り場は그린톤이すごく多くて인테리어もそういったものが多かったんですけれどもこちらの日本のフラグシップストアは그레이톤の中で自然をすごく目立たせているなというふうに感じましたはいはい、ありがとうございます。さあ、そして皆さんも感じていらっしゃると思いますが、ミングさん、本当にお肌がお綺麗でいらっしゃいます。普段からしているスキンケアの秘訣なんかを教えていただきたいんですけれども。皮膚が너무예쁘신데、평소피부관리비결이뭔가요ありがとうございます。일단、저는、저만 팁이 있다면、아침에 세안을 할 때、제품을사용하지않고그냥물로만좀세안을하려고하는편이고요그리고히알루론산세럼이랑크림을사용을하고있고요즘에는레티놀시카리페어램프를사용하고있습니다워낙메이크업도많이하고원지도많은곳에있고스케줄도많다보니네그렇게최선을다해서관리합니다まずはありがとうございます。そして、僕はですね、チップがあるとしたら、情報があるとしたら、いろんな製品を使うんじゃなくて、朝は本当に洗顔のみ、水のみで洗顔をしております。そして僕は結構メイクもよくするし、ほこりが多いところにも行ったり、スケジュールがあったりともしますので、イニスフリーのグリーンティーヒアルロンスキンを使ったりですね、最近ではレチノールシカリペアアンプル、リペアセラムを丁寧に塗ったりしています。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ真似したいですよねそしてミングさんご自身がこのイニスフリー製品の中で一番気に入っているアイテム正直に何ですか正直にはい솔직하게
요즘에는 시칼, 레티노 시칼 EPR 앰프를 네, 좀 의존하고 있고요. 그 다음에 겨울이지만 선크림도 열심히 잘 바르고 있습니다. 솔직히 말하면 레티놀 시칼 리페어 세럼을 しっかりと 塗っているんですけれども冬だけれどもちゃんと UV クリームを使ったりしています。 はい、とても大事ですね。さあ、そして先ほどね、ご登場の前に皆さんにもご覧いただきましたこのレチノール歯科リペアセラムのキャンペーン映像、とても印象的でしたよね。その撮影エピソードなんかがあれば聞いてみたいと思うんですが、 PR 영상이 너무 인상적이었는데 촬영 에피소드가 있으셨나요? 네, 여러분 방금 직접 보셨겠지만 찍을 때 지금까지 찍었던 방식과는 다르게 원테이크로 찍기도 했고 그리고 연기를 조금 해야 할 필요도 있었고 하다 보니까 굉장히 어렵고 쉽지 않았지만 결과물은 굉장히 만족합니다. 先ほどご覧いただいたと思うんですけれども実はこれ撮る時はワンテイクだったっていうのもありますし若干の演技も必要だったりしてちょっと難しかったんですけれどもそれでも出来上がりを見てすごく満足をしています。 はい、ありがとうございます。そしてこのレチノール歯科リペアセラムですけれども日本でも本当に大人気でして販売100万個を突破した製品でもあるということなんですよね。その点どう思われますでしょうか。レチノール歯科アンプリ日本で即日本に行けるおこいこ販売1万ケルトルバン제품이라는販売でよおっとけせんがいらっしゃいみかん。ねえ、とても気分いいしょくよ。그리고또제가직접사용하고있는제품이그렇게핫하다고하니까 とても気分がいいです。そして僕が直接使っている直に使っている製品がこんなにも人気だということですごくほっこりしています。満足しています。はい、ありがとうございます。そしてミングさん、イニスフリーのねこのブランドアンバサダーとして現在活躍していただいてますけれども、アンバサダーになってからま意識していることでしたり変わったことはありますか。イニスフリーブレンドエンバサダーごとに関する意識改革に関して달라진점이 있나요。 네, 너무 많고요. 그리고 실제로 이제 많은 월드투어를 다니면서 해외를 많이 다녀왔는데 이니스프리 매장을 볼 때마다 너무너무 반갑고 항상 사진을 찍어두고 있고요. 그리고 뭐 당연히 그렇듯 뷰티 관리에도 신경을 많이 쓰고 있습니다. とても、たくさんあるんですけれども、実際僕はワールドツアーでいろんな海外の国を行くんですけれども、その先々で売り場を見つけるとすごく気分が良くなって、写真もたくさん撮っておいてあるんです。それから当然のように、ビューティーケアにもすごく気を使っています。はい。はい、ありがとうございます。さあ、もっとね、たくさんのお話を聞きたいところなんですけれども、ちょっとお時間が近づいてきてしまいました。最後にですね、ファンの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。 마지막으로 팬 여러분께 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 캐런 여러분들, 민규와 이니스프리를 많이 사랑해주셔서 너무너무 감사드리고요. 또 5월 달에 스타디움 투어에서 여러분들 만나뵐 예정이니까 기대 많이 해주시고 건강하고 행복한 일만 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. カラットの皆さん、ファンの皆さん、ミンギュとイニスフリーをたくさん愛してくださってありがとうございます。僕たち5月にスタジアムツアーでまた日本を訪れる予定ですので、たくさん期待してくださったら嬉しいです。そして皆さん、常に健康で幸せでいてほしいというふうに願うばかりです。ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。たくさんのお話を聞かせていただきました。改めてセブンティーンミングさんに皆さん大きな拍手お送りください。ありがとうございます。はい。